ね、お好み焼き一つ。値段もね、上げてないんでね。ああ、そうなんです。もう昔からの。当時は小さくなったから、だからこんなやつもだから小さいんですけど。ああ、でも値段見て300円とか400円びっくりして。もうだから値段上げてない。ああ、なるほど。大学行ってね。はい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 。ちょっとお金の小学生時代やったから、それでまあちょっと。じゃあちょっといただきます。はい、よし。こんな感じですね。よし。あ、うまっ。昔ながらです。うん、うまっ。あっという間でした。いや、楽しかったから最近はね、もうやめようかな思うて、やっぱ手も痛いしな、やめたいな思うたのが何年か。結構重いです。重いです。重いですね。うん、うまっ。長引くんじゃなくなってきて、でもやめる気配がないもんな。そうですね、ずっとね、うん、
はい、ありがとうございます。これ水出ますかね。水出ます。あ、出ますか。ちょっとあれ、あ、ごちそうさまでした。はい、よし。はい、ごちそうさまでした。うーん、よし。はい、というわけでごちそうさまでした。で、昔ながらのこのお好み焼き屋さん、昔はね、あの饅頭屋さんだったんですよね。でもね、いい味でちょっと酸味かかったソース、やっぱこれは昔ながらなのかなという感じでございました。というわけで、ぜひ皆さん興味ある方行ってみてください。あの、お昼の1時ぐらいまでやってるということです。